皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。皆様に今日重大かつ悲しいお知らせが悲しいお知らせがあります。はい、本当にね、真剣に重大かつ悲しいお知らせだな。はい、レインボーブリッジ以来の、レインボーブリッジ以来の、はい、あの飲酒騒動以来だな。飲酒撮影だろ。飲酒撮影で炎上したでしょ。ライブですね。飲酒ライブ以来の大炎上でございますけど、はい、炎上というコメント欄がめちゃくちゃあるじゃって。そうですね。まあこれちょっと多分これも見た頃にはもう見えてないと思うんですけど、はい、YouTube のコメントってこういうのがあるの。もう承認性公開と普通の公開、もうコメント欄全部上がるやつ。はい、一応承認性公開演じたら、まあいろんなことが入ってくるやつもおるし、バカなことが入ってくるやつもおるし、別に俺もなんか YouTuber じゃないから、はい、別に年コメントあげる必要ないじゃん。はい、コメントを、はい、そのまあいつもいいこと書いてくれる人は、はい、もう自動承認なんだよね。そうですね。うん、でそれがまあ何百人っていうか、まあ、千人がおるか、何千人おるんだよね。はい、まあ、ちゃんといいコメント入れてくれる人だよな。はい、6時に見てももう公開上がってるやつもあると思うの。はい、であとはもう一個真逆で、はい、その自動承認の人と、まあ、はい、通常通り承認の人と、はい、承認したら公開される人と、はい、もうこいつ無理だよってやつは、うもう俺らにも見えない、もう入れた瞬間消えてるみたいな、はい、目に留まることがないんだよね。はい、でそういう3段階のコメント階級があるんだけど、はい、その一番上のコメント階級がだからそのさっき言った自動承認だね。はい、自動承認のコメントの人がまさかの泥叩き始めて、はい、ね、まあ、好きだからみたいな、好きだからこそ、はい、ちょっと俺も今日一日忙しかったからあんまりコメント見れてないんですけど、はい、消しておったんだけど、はい、お前がまさかの、はい、追いつきませんって言って、そうですね、消せど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 、はい、消せど消せど、うん、入ってきますみたいななっちゃって、はい、もうコメント封鎖しようかって言って、はい、出てきたな。お前が言っていいかな。そうですね、コメント封鎖しましょうって、はい、レインボーブリッジ封鎖ですで、まあ、当の本人、はい、まあ、これその動画も別にちょっと見てほしいんだけど、まあ、URL リンク貼っとくけど、はい、まあ、大まかに流れで言ったら本当にもう隠しカメラしたら、はい、リュウジがまさかのね、はい、あのでみんなが積み込みやってる時に詰め所で、まあ、見積もりやったりないやつしとんだけど、はい、うん、たまに携帯触ったり電話したりね、なんかやっとんじゃねえかっつって隠しカメラを設置したら、はい、まさかのパソコン触ってませんと。フルで入っとった1時間ずっと携帯いじっとったみたいなのがあって、はい、でそれに説教を食らわしちゃった動画が、はい、リュウジどうなんだみたいな、はい、うん、マッチョどうなんだ、いい人だと思ったのにって。だけどまあトレ自体が悪いことだけど、まあ、まあ言うやつ一定することもあるから、毎日じゃあ8時間現場だったらなかなかサボれんけど、はい、じゃあちょっと今日見積もり行ってきますとかさ、はい、外出るような階級の子たちでさ、はい、まあ、コンビニでちょっと一眠りしちゃったとか、はい、本当はね昼で現場終わったけど次の現場行くのすぐ電話したらやらしいで1時間休憩してから電話して今終わりましたみたいなとか、はい、あるぜみんな。たまたまその僕らが抜いた時が、うん、もうちょうどそれだったかもしれない。そう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 、うん、まあ、まあ絶対あるんだわ、はい、そんなことでね、もう人が信じねえとかそんなバカだってなんなら俺のこと信じちゃダメだよ絶対に俺だけは信じないでマジでマジクソだから俺基本ハート弱えからすぐサボっちゃうからサボっちゃう、うん、それは人間だもん、はい、だけど前向いて歩くしかねえじゃん、はい、だから苦行って言うんでしょ人間の人生のこと、はい、だろ。誘惑が108個の煩悩があるんだぞ俺は108個もあるんだぞそのうちの1個携帯スマホ触るが1個ぐらい怒んなよってわあ綺麗に止まっとるなトラックさすがに車掌来るねわあ心入れ替えとるわビシッとうれしいしょんな、はい、俺またサボっとるやね突っ込めなんだ俺でバカだなあいつはやらんとやっとだろ積み込みだなお前パッパパやれよちょっと全然気づいてないだろレイジーやらかいタゲー俺逃げとるおいレイジー急に張り切ってやっとるから気持ち悪いなあいつあいついかんなほんとお前言ったろよ、はい、お前らも言ったろよ明らかにボサッとしとったろあいつ今さっきまではね。そう。でも終わったもん、ストランが来るみたいな。いや、あったらかいで、言うなら、いや、聞いてるけど喋っとったんで。そういうとこはいかんな。レイジー！レイジー！
やらかしたな。コメント欄荒れたな。ここまで荒れるとは、まあ、俺も半分は予想しとったけど、まあ、まさかのな、いいことしか書かない人もそうやって書かれると思わなかったな。そうっすね。見ただろ、めっちゃけ。いや、マジで本当に見てないです。あ、マジで。まあ、今かで、まあ、家帰ってから見るぐらいか。もう見ないですね。自分が怒られてさ、自分が怒られて。寺道に一つね。自分が映ってないやつは見ないみたいな。自分が映ってないじゃん。映っとるやんか、お前。お前がお前話す欲しくとるところも、お前、出とるよな。すごい。で、ずっと TikTok で女の子のとこピッて止まったのも、全部出とるよ、お前。大丈夫。あ、なあ、やらかした、まあ、やらかしたっすね、あの事件は。すごい。ちょっと反省の意を込めて、なんか一言コメントある。前向きに頑張ってくんで、よろしくお願いします。確かに、まあ、それしかねえかな。はい、まずそれやったら全部アリーでもねえし、そんなこと言ったらかんけど、そんなことや。お疲れ。お疲れです。お前椅子が食べないんだよ、ほら。そうそうそう、これそうだよな、別にな。で、別に俺も行って別に、俺も行って別にこんな感じだったしな。まあ、で、いや、でも、俺が一個思うのは、まあ別にフォローするわけじゃないけど、あの、まあ、何、仕事に対しての向きは、ね、向き合わなかんことだけど、ただ、こいつ終わってんなっていうことではないだな。なんか泥棒したわけでもないし。まあ、僕も別に、まあ、周りからこのこと言われて多分当たり前だと思うんですけど、うんうん、ただ、なんていうんですか、まあ、ちゃんと見てないよねって、僕は。まあ、その表面上しか見てないから、まあ、そんなことで、まあ、うん、まあ、一応悪いですけど、うん、まあ、そんな簡単にそういうことが言える人なんだなって僕は正直思って、ね、あ、逆にそんな簡単に、はい、ちょっとやったらもう半泣きになっとるじゃん、待って待って半泣きになってそういうこと言える人なんて何と思ってって言ったら、お前泣きつらやお前泣きつらやお前龍二てら嬉しそうにしょるじゃん、めちゃめちゃ嬉しそうにしょるやん。で、一点俺帰ってきたらお前ずっと喋っとったじゃん。そんなことやってないもう完全に後ろの目だったよ、体重かかと体重だったよ、完全にな。でもそれ確かですよね。完全にかかと体重だよ、お前ベトナム人一生懸命積み込んどったわ。そういうとこだぞ。いや、それ多分表面上司それ見てないですよ、それも。違う、だけどそういうもんよ、そういうもんよ、世の中っていうのは。じゃあ俺にもそうじゃん、じゃあ俺の努力が全部報われるかって言ったら報われんじゃん、お客さんも、うん、見積もりでたまたまその日だけ5分遅刻しても、はい、契約なんかもらえんわけよ。そういうもんだから、この判別やろう、まあ、この判別やろうがこの判別やろ、そういうもんやろ、はい、そんなこと言い出したら何でもそうやろ。たまたま事故って人はねても、たまたま本当に人生ね、1回だけの飲酒で事故って人はねた人もおるけどな。ああ、そうですね。あ、でもそれはもう、そうしょうがないもんね。言っとったよ、簡単な、あいつまた飲んで急にまたフォークの人乗りやがってって言ったら、いやだけどさっきまでめっちゃやってましたよって言われて、知らんぞ、たまたま俺が見たら、うん、俺も別に怒りじゃないけど、うん、まあ、あれを見たら言ってあげんとお前のためになるじゃん。もう見たわ、もう見た、あの動画。よし、どういう思いだった、やったって、嬉しそうじゃん、お前むっつりスケベで、やらしいな、お前でやらしい顔しようよ、口角口角上がっとるやん、お前なんだよ口角、怒っても笑っとるやん嬉しかった、嬉しいとかね、ザバーと思った。いや、そういうの、それを思ったら終わりだと思ったでも、口が思っとるよ、口が本当に、あ、まあ言うわ、まあ言ったか、言ってないよね、あのコメント欄がめっちゃ下がると思って、で、まあ別に承認制だから消せるじゃん。いつもいいこと書いてくれてる人がペシャペシャ書いてるから、ね、自動公開されてっちゃうから、どんどん。で、もうお前ちゃん消しとけよって言って、でさっき来る前に、ね、4時か50ぐらいに、社長、どんどん入ってくるから、コメント封鎖してもいいですかって言って、そう、やべえちゃんって言って、封鎖しろって言って、なあ、すごい人気者になったんですね。人気者だった嘘嘘アンチは紙一人って言うじゃないですか。ああ、だからそれを気にしてもしょうがない、マジでそれはしょうがない。ただでも自分の行動は見せない、そのコメント欄から学ぶもんって別にないけど、コメント欄に逆にいい、あの褒められたからって、でもお前褒められた時は出な調子戻ったでしょ、俺めっちゃ人気だからとか言って一番言ってたよお前俺一番人気だからちょっと簡単に抜かれてからおとなしくなったよ
表面上しか見てないですよ。お前が一番表面緑だ。お前が一番表面緑だ。浮かれとったんですか。浮かれとった。それ面白い。お前がそうだよな。一番なんかコメント欄で左右されとった人だよね。どっちかというと僕と寺道はそうだよ。確かに。まあ本当にそうで、まあその言葉、まああっとる、間違ってないよ。別に書いてることが間違ってないし、あっとると思うけど、ただそれって一瞬を見ただけでしょ。まあ確かにそうじゃん。じゃあ今日たまたまお前何だけ言ったのにこうだろうとか、でもそれってただの一瞬、積み重ねは大事だし、だからね、まあ自分もそうだよね。そんなこと言ったらどうなんかもう散々あるね。お前だけだな、嬉しそうなのは。いや、嬉しくないですね。なんだ、じゃあコメント一言。ムカつくっすよ、僕も思ったんですけど。いや、ムカついてないじゃん。どうムカついてない。なんか何も知らないやつに言われたくないし。まあそうだよな。で、それをどういう気持ちになるんだよな。顔も見たことない人に、本当に応援するんなら、別に龍二君ダメだよねってそんな人だと思わんかったとかじゃなくて、明日こういう風に変わっててほしいとか、また頑張ってほしいが正解だよね、本当はね。だって見てみ、座り方めっちゃ怖い。普通に座ってたら言わないですからね。言わんけどめっちゃ気にしとるなこいつ。そういうもんよ、表面しか見てない。そういうことだろ。でお前は不適さないとか言って、別にどうでもいいっすよとか言っとるけど、座り方見てごらん。でもこれでも変だと思うんですけど。じゃあ逆に俺ちょっと、俺さちょっと撮って、俺いかんかったのはちょっとね、視聴者の皆さん本当にこいつにあえてコメント欄荒れるもんね。なんかで中途半端に座っとって、でもっと深く座れていったの。あ、はいはい、多分叩かれるぞお前、あれがあるもんねって、はい、こいつこうやって深く座ったんだわ。違うんだこれさ、俺営業とかで今こうやって座って思ったの、営業とかでお客さんのとこ行くのにこのソファーの座り方ってこういう風なんだわ。ああ、うん、はいはいはい。商談テーブルみたいなところでソファーテーブルってあるんだ、うん、あれこれってマナーはこうやって座るの。へえ、そうそうそう。だから俺それを、はい、こっち奥深く座れって言ったもんね。叩かれるわね、それ。こっちはそれ座っとんねんって。くつろいでる人みたいになって。あ？くつろいでる人。そうそう、くつろいでる人みたいになっちゃって。画面上っていうのはやっぱね、あれですね、やっぱり。そうそう、だけどまあ行動じゃん。じゃあ逆にそういうとこだけすっごいやって行動変わってなかったらあるじゃん。まあ確かにすっごいめっちゃやっとるっていうもんな、みんな。でもたまたまこいつが俺が来た時そこで喋ってるもんね。違うんです、でもまあ最後の時代だったしな。ちょっと気抜くのは分かる。いや違うんです、でも本当に違うんです。言い訳させてもらっていいですか。ああ、いいよ、いいよ。僕あの時本当に使うぞ、でもいいっすいいっす。ケントロー君が積み込めって言われとって、うん、で材料を積むのはいいんですけど、うん、じゃ何をどんな家組んでんのって言ったんですよ。何階建てって言われて、うん、2階建てって言ったら、じゃあ2階建てですねっつって、もうそこから終わったんですよ、うん、でも後ろの家だったじゃん。分かんないですけど、僕どんな体制があったか。他のやつはもうしょったもんね。ベトナム人は乗せたもんね。それ分からず、とりあえずそれは分かるじゃん。分かるものだけ乗せながら、ちょっとどうなのこうなの喋りながら別に手止める必要ないもんね。いや、それはそんなことないです。だけどお前超焦って俺がレイジーって言った瞬間ジャッキー戻ったやん。いや、誰も何も聞かずにすぐジャッキーの方向かってジャッキーのあのプレート戻ったやん。お前すぐ俺の15秒後で焦っとったやん。焦ってないふりしょ、ジャッキーこうやって普通に言われて、なんかあのお笑いのこうやつもりじゃん、春日ですか、春日みたいな感じでジャッキー拾って拾って戻ってこうやって歩いとったやん。その15秒リフト乗っとったやん。なんでだろう。だからもう表面上ですね、やっぱり。あ、僕が思ってることとやっぱ人が思ってることは違う。そうそう、だけどまあ確かに最後の時代は気が抜ける。だけどトラックも今綺麗にパーッと止まっとったし、でまあでも簡単な聞いたらたまたますよ今本当に。たまたまダメだって、それもまああいつも学ぶことだし、でもそれって実習生もみんなそうだな。まあでもだんだん後ろ見とるじゃん、あ、リュウジ君頑張っとるわ。でも今はまだ怒られたでやっとるからね、ぶっちゃけ。まあそれは誰もがな。そこをお前がどうしてって、龍二君がやっぱ職長やりたいみたいな。うん。なれんちゃう、まあそんな感じですよ。まあだけど、本当に、うん、まあ応援だよ。もう、言葉が悪いけど、いろんな階層があってさ。はい、だから俺もそう、よく社員に言うけど、まあ社長とかこそ頑張らないので、頑張ってる子もあるよ。はい。夜飲んだりもしとるし、昨日もそうだね、今日の朝もそうだね。でもやっぱ経営者だから、やっぱ昼間ゴルフの練習行くときもあればさ、はい、でいろんなその自分たちのフェーズみたいなのがあると思うからね。今日こいつにも言ったの、健太郎の時に戻ったの、こいつだけ残っておるの、うん、ちょ、調整おるだろ、間違ってない、本当に間違ってない。コメント欄で言う正論だけど、うん、それで回るのって間違ってればいいよ、間違って。お前ここ入ったからさ、えディーリー・キッショーさん
僕はまだみんなが終わってからやることだね。これじゃあ言ってたね。ちょっと面白いこと言ってないけど、これ見積もり触ったからやったんです、やりますって言ってなんか分からない。じゃあやるなってと思って。やりますって。やります。まあそんな感じです。はい、またじゃあ。あ、チャンネル登録といいねもそうですけど、あのマッチングサイトもう4月1点今今日6月22日なんで本当にもう公開間近で、まあ、まずは無料で使えるんで、あの求人のマッチングと外壁塗装のマッチング、まあまあ島の職人さんも多いと思うんで、あの求人マッチングはさ、あのあれ要は今度会社からスカウトできるように、これまあアップデート今ね、あの打ち合わせ中なん でそうしたら会社から職人さんにスカウトできるようになるので、あのプロフィールの方もしっかり言っておいてもらって、あのぜひ登録の方もしてください、求人求職者の方働きたい。もうちょっと給食出した方がいいんじゃない？大丈夫ですね。いいとこ見つかるかもしれない。いや自分で切り出す力あるんで。かんどれね。気にしなく。気にしなく。気にしなく。かんどれね。はい、OK。またねー。あー、今日の動画楽しいな。やっぱ人いじめ撮るやつが一番楽しいわ。あれの一つの煩悩だわ。いじめ109個目の煩悩がいじめだわ。